僕の声君届けよう、ララララさあ歌うんだ。観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課、ホテル日光アリビラ、他各社の提供でお送りします。今日は何しで遊ぼうか、空にはお日様、僕らのことを待って2018年7月12日木曜日、時計の針は9時2分を回りました。観光情報番組読谷ラジオスタートです。本日アケポンが担当してまいりますので、どうぞ10時までお付き合いお願いしたいと思います。さて今日がですね、7月12日ということで、なんか7月もねあっという間に過ぎてるなっていう印象がアケポンにはあるんですけれども、なんともう来週からはいよいよ夏休みがスタートしてまいりますね。ね、もう夏休みね、どこに行こうかとか、家族で何をしようかとか、いろいろね、たくさん考えてらっしゃる方もねいらっしゃると思うんですけれども、今日ですね、皆さんもうご覧になりましたでしょうか。はい、沖縄タイムズさんの方ですね、毎週木曜日にですね、はい、入っております週刊ホームプラザ、ね、こちらの方にですね、もう夏を満喫しているかのような、もうね笑顔いっぱいの子どもたちのねプールの写真かな、これねが掲載されておりますけれども、こちらにね、さあ夏だ2018ということでですね、もう夏休み特集の、ね、週刊ホームプラザが、ね、入っておりますけれども、そのホームプラザの表紙面、こちらの方にですね、FM78.6MHz、FM 読谷、そしてね、UTB ということで、FM 読谷のロゴマークもね、はい、ちゃんと掲載されておりますよ。皆さんね、ご覧になりましたでしょうか。ね、それをね、これ、なんかペラペラペラってめくっていくとね、まあ、いろんな夏休み特集をしてるんですけども、なんとですね、ポケポン、見つけましたよ。この11ページ、ね、島旅読谷へ GO ということでですね、まあ、オープニングはこれぐらいにしておいて、ね、読谷特集がなんと組まれております。今日はね朝からこれを見てテンション高々なんですけれども、ね、私がおりますここ日本一人口の多い村読谷村、そして、32の工房、101の感動体験が、すみませんね噛みました、感動体験ができるテーマパークね、紫村ね、体験王国紫村のサテライトスタジオからね、この番組はですね毎日生放送でお届けしておりますよ。ね、今日も素敵な読谷村情報を盛りだくさんでお届けしてまいりたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。さてちょっとだけ話題を書いてですね、もう夏休みということでですね、今日のまたね、琉球新報さんの方には出てたんですけど、この夏にきらめく高校生ということでね、
これ東海総体の、ね、選手団の、ね、決断式が行われたということで、ね、もう高校総体の、ね、また総体全国大会かな始まるということでね、本当にもう夏本番だなということでね、感じております。まあ今日もですね、またたくさんの方々がここ沖縄県読谷村の方にも足を運ぶと思いますが、どうぞこの番組もお聞きいただいてですね、読谷村の方にも、向かっていただきたいなと思っております。本日のナビゲーターはあけぼんです。曲がかかってまいりました。本日のドライビングナンバーをお届けしましょう。ソベポーポーさんが歌います。彼女は FM 読谷。どうぞお聴きください。風を切り走る古いジープは低い唸りを上げて、消しました曲は、これはですね 78.6 FM ユミタンテーマソングを集めたですね、はい、コンビネーションアルバムの方からソベポーポーさんで彼女は FM ユミタンをお届けいたしました。
さてここからはお天気をお伝えしてまいります。7月12日のですね、沖縄地方の、お天気、沖縄本島地方は太平洋高気圧に覆われておおむね晴れています。海上や海岸付近では12日昼前までに高波に注意してください。沖縄地方は太平洋高気圧に覆われておおむね晴れていますが、にわか雨のところがあります。12日から13日の沖縄地方は太平洋高気圧に覆われておおむね晴れますが、ところによりにわか雨か雷雨があるでしょう。本日の中南部の天気、南東の風やや強く、後東の風やや強く晴れ、朝晩曇り、ところにより朝から昼前雨、難しいですね。波の高さは 2.5 メートルから後 1.5 メートル、降水確率は午前 20%、 午後が 10%、 夕方から夜にかけて 20% となっております。で、日中の最高気温那覇で31度ということでですね、本日も30度超えの暑い日になります。はい、こまめな水分補給ね、そうですね、先島などもですね、台風の被害がね、もう大きく出ておりますので、後片付けの方もたくさんいらっしゃると思いますがね、水分補給ね、こまめにやっていただきながらね、過ごしていただきたいなと思います。また観光でね、沖縄にいらっしゃっている皆さんね、沖縄のね、この暑さ、まあ、今日はちょっとね、今サテライトスタジオの前は曇っておりますけれども、日差しも強いですのでね、思っている以上にまた体温がね、上昇する可能性もありますのでね、こまめな水分補給、ミネラル補給ね、塩分補給されていただきたいと思います。以上、本日のお天気予報でした。さて、時刻は9時13分を回っております。お届けしております観光情報番組読谷ラジオ、この番組はですね、体験王国紫村サテライトスタジオから、生放送でお送りしておりますよ。皆様からのですね、メッセージもどんどんお寄せいただきたいと思います。メールアドレスは fm786@fmyomitan.co.jp、すべて小文字で fm786@fmyomitan.co.jp まで、懸命にですね、読谷ラジオと入れていただくとですね、アケポン探しやすいですので、ぜひ入れてください。よろしくお願いしたいと思います。さて、本日オープニングトークでもね、お話ししました、今日のですね、タイムスさんにあります週刊ホームプラザね、こちらの方からですね、今日の読谷何でも調査団ね、ここからいろいろとかいつまんでね、お送りしたいと思います。なんとね、私のお宿のペンションノアハウスのことも書かれているのでね、この機会に皆さんにもね、お知らせしたいと思いますので、楽しみに待っててくださいね。また夏休み情報もね、ありますのでね、そちらも合わせてお届けしたいと思いますよ。読谷の魅力をですね、ドドンとお届けしますので、どうぞお楽しみに。引き続き観光情報番組読谷ラジオお楽しみください。それでは一旦 CM です。
読みたん何でも調査だ。読谷なんでも調査団、どこにでもある、でもそこにしかない、読谷ラジオから始まる発見と触れ合い、あなたの知らなかったさの枠を広げる読谷なんでも調査団のお時間です。さあ今日はですね、はい、ブルーのプールの表紙で始まっております。はい、週刊ホームプラザの方からですね、読谷を紹介したいと思いますよ、ね。FM 読谷の方ではですね、この毎週木曜日、ね、お昼12時45分からタイムズホームプラザ、ね、こちらの方を紹介する時間帯がございますが、その紹介している方、ね、FM 読谷のですね、ラジオパーソナリティであります千葉なゆうさん、ね、なんとこの千葉なゆうさんの記事もですね、今日この週刊ホームプラザにね掲載されています。しかも特集で、ね、これ声と音で地域の魅力発信ということでですね、今日多分ね千葉なゆうさん自分自身で自分のこのね記事を紹介すると思いますが、まあその時のエピソードなどもねいろいろとお話しされるんでしょうかね。ゆうくんすごい声も素敵でね、もう好青年なんですけどね、今日は一緒にこの12時45分からのタイムスホームプラザの時間でもですね、あけぽん一緒にペラペラめくりながら聞いてみようかなって思っておりますよ。皆さんもぜひ聞いてくださいね。さて、この特集ホームプラザの11ページにありますけれども、島旅読谷へ GO ということでですね、なんとこのページあけぽんの大好きな大好きな読谷がいっぱい散りばめられております。もうこれだけでテンション上がりますけれども、はい、とてもとても可愛いんですよね。ユーストリームをご覧になっている皆さんにもねちょっと一足先に見せておきますけれども、はい、沖縄本島中部に位置する読谷村、大きく変貌を遂げる地域と昔ながらのこれは、バル風景なのかな、残す地域、新しさと懐かしさが入り混じった雰囲気が漂う今、暑い読谷に行ってみませんかということでですね、読んでても私自身もそう思いますね。読谷村の魅力ね、いろいろ新しい地域もできてるんですけども、この自然豊かなね読谷村なのでね、どこか懐かしい、あったかい、そして何といっても人がね笑顔いっぱい、優しさいっぱいのね、もうそういった読谷村なんですけれどもね、はい、まあお店の紹介がねいっぱいその下に出ておりますけれども、中のページをめくって12ページと13ページね、この目覚ましい変貌を遂げる読谷村ね、読谷村はこの琉球王朝時代から沖縄戦を経て激動の歴史を歩んできたってことでですね、はい、2014年には日本一人口の多い村を宣言。確かに日本一人口が多い村っていうだけでねインパクト抜群ですよね。人口は現在ですね、これは5月末現在41,417人ね、まあ、農業水産業が盛んで焼き物や織物といった伝統工芸品、おしゃれなカフェが点在する、ね、昔ながらの沖縄の風景を残しながら目覚ましい変貌を遂げておりますということでですね、うん、確かに読谷村って素敵なカフェいっぱいありますね。私も普段からですねこの、お客様も一緒にカフェ巡りもしたりするんですけれども、そうですね、もうパスタカフェだったり、まあ、ピザだったり、まあ、普通のね
まあ洋食ももちろんそうですけども、ケーキだったり、なんだろう、もう食べるものはいっぱい食べてるんだけどね、美味しいものはいっぱい浮かんでるんだけど、なんて紹介したらいいのかしら。お店の雰囲気もいいんですよね。であとね、ヤチムンカフェみたいなところもあったりして、沖縄のね、このね、伝統工芸のヤチムンを見ながら食事をして、のんびりゆったりってもできますし、美味しいお肉が食べれるところもありますしね。もうあけぽニコニコしてるでしょね。まあそんな中でですね、はい、これ読谷村の今昔を見つめるってことでね、海山っても出てますけれども、この新しくできたですね、この世界遺産ね、ザキミ町あとユンタンザミュージアム、ね、こちらもね紹介されていますね。皆さんもう行かれました？アケポンはね、もう2回行きました。はい。でね、読谷村のね村民の方はですね、なんとこうやってね料金を支払って見学するとね、年間パスポートもですね無料でいただきます。はい。なのでアケポンはもう観光客の皆様もご案内しながらですね、無料でもう番内案内していきたいと思います。ちなみにですね、アケポン今いるこちら体験王国紫村のですね年間パスポートも持ってますね。こんな感じでね、年間パスポートを持っているといろいろ便利ですよ。さあ、さて、全然読谷村の魅力が語れておりませんけれども、はい、まあね、この中にですね、もう基本をね見ていただきたいっていうのがあるんですけども、見れない人もたくさんいるのでね、読谷村はねもう本当に自然豊かでですね、景色もそうなんですけども、この海や自然ね、空で歴史文化伝統ね、いろんなことが混ざっているところではあるんですけども、なんとこのページにですね、あの読谷村の位置、読谷村の地図が載ってるんですよ。ここですよってね、これはこの記事を書いたね、編集者の方のねエピソードなんですけども、なんと取材をしてたね、あの若手のこの取材人が、読谷村ってどこにあるか分かりませんって言ってたそうなんですよ。でそれでね、あの、あ、じゃあちゃんと地図をね入れた方がいいねっていうことで、沖縄に住んでいながらやっぱり読谷村がわからない人がいるということでね、ちゃんと読谷村はね本島の、沖縄本島の中部に位置するということでですね、はい、載っております。国道58号線からはちょっとね西寄りに、まあ奥に入っているんですけども、この島旅読谷へ号を見てですね、たくさんのことがです、たくさんの方がですね、ここ読谷村に足を運んでいただきたいなと思いますよ。まあね、多分この後の時間ね、11時のユンタンジャー出番ですよ。そして先ほどのね12時45分タイムスホームプラザの方でですね、たくさんたくさん喋ると思いますので、私はこの辺にしておきますけれども、はい、この中にですね、はい、ペンションノアハウスのことやペンションカサデノアのですねお得な情報も載っております。ぜひぜひね、3世帯でもゆったり泊まれるですね、最大14名まで宿泊可能なノアハウスの方、そして、ファミリー向けのですね2名から4名の、ね、ファミリー向けご夫婦向けにぴったりの、少人数での宿泊のカサデノア、こちらの広告もね出ておりますので、ぜひ皆さんお問い合わせくださいね。はい、お待ちしております。本日はですね、私だけがテンション上がって中身の紹介がいまいちできなかったという読谷なんでも調査団、今日はですねこの島旅読谷へ GO ということで、読谷の魅力をお届けいたしました。
さあここからはですね、はい、読谷スポーツインフォメーション、この時間は、読谷村スポーツコンベンション情報をお届けしてまいります。読谷村であの選手が見れる、読谷村だからこそできるスポコン情報ということでですね、はい、世間はワールドカップ大盛り上がりでございますが、まあスポーツにはね疎いアケポンです。はい、声も小さくなっております。はい、もうねベスト4がもう揃ったのかな、ね、ワールドカップ皆さん寝不足ですよねきっとね。はい、時間が変わった頃にねスタートするサッカー情報なんですけども、はい、読谷村でもですねこのサッカーのキャンプ冬にはですね行われていますよ、ね、サガン鳥栖さんやヴィッセル神戸さん、ね、読谷村の陸上競技場、読谷村にありますジャンパ岬ボールパークなどでですね、冬場は、選手がですねキャンプを張る場所となっております。またねキャンプがある季節にはですね多くの情報もお届けできると思いますのでね、ぜひぜひこの、読谷スポーツインフォメーションのコーナーも応援いただきたいと思っております。本日は、ちょこっとですけれどもねこの読谷スポーツインフォメーションお届けしました。この後は CM を挟みまして、はい、ホテル日光アリビラさんの情報もねお届けしたいと思います。一旦 CM です。ホテル日光アリビラインフォメーション。ホテル日光アリビラインフォメーション、太陽と自然の楽園ホテル日光アリビラ、笑顔がこぼれる特別な時間、自然を感じ自然を遊ぶアリビラの楽しみ方をご紹介いたします。さあこの時間からは素敵なゲストをお招きしておりますよ。おはようございます。はい、おはようございます。ホテル日光アリビラの広報担当しております谷継と申します。よろしくお願いします。はい、谷継さん今日もよろしくお願いいたします。はい、もう7月に入りまして、うん、いよいよ来週は夏休みということで。そうですね、早いですね。本当ですね。もう半分過ぎたかなと思ったらもう夏休みに入って、またあっという間にね、うん、夏も過ぎちゃうのかなと思いながら、ね、うん、でも今年台風多いんですかね。本当ですよね。毎週ね、うん、
台風対策してる気がするんですけど。どんなでした今回の台風も、ね、植物も大変だったんじゃないですか。ね、一応ね毎回避難させて被害がないようにしてるんですけども、うん、やっぱりね潮風がそうなんですよ、ね、潮でやられちゃうみたいで、うんうんね、でもまた夏の日差しがこれから暑くなってきますのでね、はい、またそれに負けない、ね、元気なアリビラ情報をお届けしてまいりましょうか。はい、今年もアリビラの夏のテーマ、はいはい、エルソルフェリス、ようこそ陽光あふれる太陽の楽園へということで、はい、夏の力強い太陽のイメージをテーマに、この夏7月1日から10月31日まで、はい、夏の、レストランメニューだったり、うん、アクティビティのメニューだったり、はい、っていうのを企画しております。はいはいはい、もうこのね夏休みに入ったらまた たくさんのご家族連れ、ね、またご夫婦たくさんの方がねこのアリビラさんの方にもご宿されると思うんですけれども、はい、このやっぱ気になるのがこのアクティビティも、はいはいね、ありますね。いろんなアクティビティなんかプランがあるんですか。うん、そうですね、今、まだ、発表していないメニューもあるんですけど、うん、はい、ですね、今日ぐらいに、うん、発信しようと思ってるのが、はい、サップヨガ。あ、サップヨガ、うん、サップってわかりますか。はい、はい、サーフィンみたいなボードみたいのですよね。はい、スタンドアップパドル、はい、スタンドアップパドル、はいはい、の上で、うん、ヨガをするんですけど、はい、アリビラの、プール、うん、営業後のプールで、はいはい、夕方ですね、はい、ヨガの、体験ができます。はい、まあ、こちらはご宿泊されているお客様という形ですかね。以外でも、うん、はい、お申し込みいただければ、はい、ね、実際このサップヨガ体験あります。谷津久さんまだないですか。サップはやったことあるんですけど、うんうん、ヨガはないです私サップもね毎年やりたいって言いながら今年3年目ぐらいなんですけどあのボードの上にの、ね、うん、まあ、乗るのも大変そうかなって感じもするんですけど、ね、バランスが、うん、まあ、海の上じゃなくって、うん、プールですね。プールでやるので、うん、波の影響なく。あ、そっかそっか、はい、安定してるかと思うんですけど、うん、ヨガということでね、多分、うん、ヨガのポーズをやるってことですよね。そうですねなんか難しそうだなって思いますけどね、この夏はぜひ私は挑戦したいなって思う方ね、お問い合わせいただきたいと思いますね、はい、私もやろうかな、ね、サップ、海の上でやる、うん、スタンドアップパドルボートの、うん、メニューもアリビラにありますので、うん、そうなんですね、はい、じゃあどちらも楽しめるってところですね、うん、はい、やっぱりね透明度がねすごい、うん、ので、うん、海のこの中もサップしてたらね、はい、見えるんですけど、うんうん、綺麗ですしね、気持ちいいですしね、はい、はい、ゆったりとした時間もね過ごせるのではないかなって感じですね。はいはい、あとはですね、うん、各レストランで、太陽の恵みが映える夏のハーモニーをテーマにした、はい、お食事をご用意してます。はい、はい、こちらはどういったものがございますか。ですね、うん、花カジュアルビュッフェ花の、ワールドグルメビュッフェでは世界5カ国以上のお料理がビュッフェで楽しめるんですけれども、はい、この季節は、ハワイや、うん、スペイン、あとメキシコ、はい、フィリピンなど太陽が似合う地域のお料理をご用意してます。そうですね、はい、確かにもうなんか夏がぴったりの国って感じがしますよね。そうですね、はい、夏野菜とか、うん、あとドラゴンフルーツとか、うんうん、あとは、沖縄料理、和食、はい、洋食、うん、はい、まあ、どれもねメニュー見てたらなんか彩り豊かな、そうです ね目でも本当に、ね、うんうん、五感でも楽しめるっていう感じのお食事になってますね。はい、はい、他にはですね、うん、
ラウンジアリアカラで、はいはい、ケーキ、この時期のケーキはエルソルという太陽っていう意味のケーキなんですけども、はい、マンゴーと、うん、マンゴームースと、はい、あと、レアチーズ入りのヨーグルトムース、うん、あとはパイナップルが入っている夏にぴったりのケーキです。そうですね、もう本当になんかこの、うん、なんていうのかな、このデザート、ね、ケーキ自体がもう太陽っていう感じの、そうですね、もう太陽そのまんまって感じですよね、はい、オレンジ色のケーキです ね、 ね、はい、あとは私の大好きなシークワーサーゴーヤスムージーとか、ね、あら美味しそう、美味しいんですよ、ね、この今夏定番メニューにしてるんですけど、うん、ゴーヤーとあとシークワーサーの香りがするスムージーです ね、 いいですね。なかなかねゴーヤー苦手だわっていう人もいると思うんですけどもね、うん、このシークワーサーと混ぜることでね、はい、まあ、飲みやすくもなってるかなって思いますけどね、うんうんうん、スムージーということになってますので体にもね、うん、いいいいと思います、ね、はい、一つになってます、はい、夏になるとこれが、ね、飲みたくなるんですよ ね、 うん、ね、元気が出そうですね、はいはい、あと夜もね、はい、カクテル、はい、カクテルで、はい、スイカのカクテルとか、うん、あとシーカーサーのモヒートとか、はい、あとマンゴーをベースにした、うん、ラムの、はい、カクテル、うんうん、とかですね、このスイカのカクテル、うん、いいですね、はい、これスイカをカットしてミキサーっていうんですかね、うん、生のスイカをミキサーして、はい、あと隠し味にカルピス入れてます。うん、隠し味だけどもバラしてるというか赤く書かれてますね。ね、また風味がね、はい、カルピスの味と ね、 そうですね、マッチングしてマイルドに仕上がっていますかね。はい、はい、もう本当に彩り豊かな、ね、うん、これはアリアカラの方でと、アリアカラで、あとは、はい、これは全部アリアカラですか。これは、はい、ドリンク類、ケーキと、うん、あとカクテル、はい、はい、ラウンジアリアカラで、ね、はい、お楽しみいただけるそうですよ皆さん、うん、はいはい、あとはですね、はい、読谷エンジョイカード、はい、読谷エンジョイカード、はい、ね、この観光情報番組読谷ラジオでもね、まあ、何度か、ね、お伝えしておりますけれども、はい、こちらの今年いっぱいまで、うん、販売しているものなんですけども、はいはい、読谷村の施設ですね、観光ですとか、はい、あと、居酒屋、そうですね、とかで使える、うん、お得なカードですね、はいはい、1枚500円で販売しておりまして、うん、ご購入日から、3日間有効のものなんですけども、はいはい、読谷村をお得に楽しめる、うん、この提示することでお得に楽しめるカードになってます。はい、実際ね、私も利用したことありますし、お客様と一緒にですね、うん、ショップを回って本当にお得にお買い物もね、なさってましたけれども、この500円のね、ワンコインで購入できて、でそれでもうそれ以上の、はい、ね、うん、お得なお買い物もできるということですのでね、はいはい、そうそう、行きましたよ。このあとね、なんといってもね、この FM 読谷もそうなんですよね、入ってるんですよ皆さん、はい、1万円分遊べるんですよ、ね、そう本当に。でそれでね、実際にゲストの方が、うん、アリビラで購入したんですよって、で FM 読谷に来ましたっていう方が、はいはい、番組出演があったんですよ。あ、そうなんですか、はい、私が担当させていただいたんですけどもね、うん、もうなんかすごくテンション高々と、うん、楽しいですとか、なんかもっと喋っていたいですとか言ってね、はい、なかなかねこういう体験もね、うん、はい、できないですからね、はい、旅行の時にね、うん、なのでぜひFM 読谷の、ね、ラジオ出演したいっていう方はですね、このホテル日光アリビラさんで、この読谷エンジョイカードね、うん、500円ですので購入いただきまして、ね、ご出演、ね、予約を取っていただきたいなって思いますよ、はい、でまた
今ここねサテライトスタジオでありますこの体験国紫村さんの方でもですね、入場料の割引があったり、お食事の際のねソフトドリンクのサービスがあったりということでですね、うんうん、はい、また体験の方もねお安く体験できるものもありますのでね、うん、そうですね、はい、お土産もねユンタ市場とかでね、うん、そう買ってレジで提示したら 5% 割引というね、うん、大きいです ね今マンゴーがね、うん、あの上り立ってますけどね、ね、はい、本当にね、マンゴーなんか今年ちょっと、うん、少ないみたいなんですけど、うん、なんだろう、濃厚らしいですよ、うん、あ今年のマンゴー甘さが ね、うん、ねギュギュギュッと詰まってるっていう形でね、うんうん、はい、はい、先ほどご紹介したカジュアルビュッフェ花々でも割引 の、うんうん、特典ついているので、そうですね、はい、そうそう本当だ、ね、ランチビュッフェでディナービュッフェ、ね、いろいろとあります。ぜひねお買い求めいただいて、で買った日から3日間、はい、ね、うん、ですので、まあ、3日あればね十分回れるかなっていう感じありますので ね、はい、500円以上のね、はい、お得感がありますね、うん、またこれってご宿泊のお客様は、まあ、もちろんですけども、この村民の方で、はい、沖縄県民の方もね、うん、気軽にホテル日光アリピラさんの方のねサービスカウンターの方に行ったらいいですかね。そうですね、うん、お尋ねいただいて、アリピラインフォメーションカウンターと、うん、あとショップでご購入いただけます。はいね、ですので皆さんぜひぜひ、ね、アリビラの方に来て、ね、まあ、ラジオを聞きましたとおっしゃってもいいですし、そういったのがカードがあるって聞いたんですけどってね、うん、おっしゃっていただいてもいいですのでね、はい、もっと気軽に楽しみ、ね、購入して楽しんでいただきたいなと思います、はい、またね、うん、夏休みが始まったら、うん、アリビラでも音楽ライブですとか、はいはい、またね始まるので、うんうん、ぜひね気軽に足を運んでいただきたいです。はい、そうですね、はい、もういよいよ来週末ね夏休みがスタートしますので、うん、そういったね素敵なイベント情報また来週もね、はい、ぜひお聞かせいただきたいと思いますよ、はい、ね、本日もねホテル日光アリビラから谷継さんお越しいただきました。今日もね盛りだくさんの情報だったんですけども、ね、また来週も、はい、素敵な情報よろしくお願いいたします。はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。
戦争レンタカー、ラジオドライブマップ、ご案内します。戦争レンタカーラジオドライブマップ、このコーナーは沖縄県レンタカー協会参助会員の FM 読谷がドライブマップを活用し、さまざまな情報をラジオでお届けするコーナー、ラジオドライブマップのコーナーです。さて、観光でね、沖縄にいらっしゃっている観光客の皆さん、レンタカーを借りる際にですね、手渡されたレンタカー沖縄ドライブマップ、はい、こちらはですね、沖縄本島丸分かりロードマップといいまして、お得なクーポンもついておりますけれどもね、この事故のね、注意点、事故の約 80% が駐車場での不注意により発生していますよということでね、ドライブのここに注意というね、ものもございます。であとはですね、この不慣れな道、バスレーンとか中央線変異区間とか、そういったね難しい道路の説明も載ってます。まあ、その他にもですね、各地の、エリア情報だったり、世界遺産情報だったり、グルメの情報だったりもありますけれども、はい、なんと31ページには私たちこちら FM 読谷のですね、スタッフがね、紹介する読谷村の魅力も載っております。さあ、そんな中でですね、もう一つの魅力、この FM 読谷ね、読谷村の木奈にございます地域振興センター3階の本スタジオの方ですね、はい、こちらの方にですね、はい、このレンタカー沖縄ドライブマップをお持ちいただくと、スタートしてますよ7月からね。この読谷のですね、ティッシュボックスケース、またピンクのあのティッシュボックスケースがね、いただけるキャンペーンがスタートしておりますのでね、ぜひぜひこのレンタカードライブマップを持って本スタジオまで遊びに来てくださいね。以上、メンソーレンタカーラジオドライブマップのコーナーでした。という間ですね、時計の針は、9時50分、はい、もう間もそうですね、9時50分になりました。さあ、ここでですね、メッセージが届いておりますので、ね、ご紹介したいと思います。はい、ラジオネームはまちゃんです。はい、はまちゃん、いつもありがとうございます。今日は聞いてくれてるんですね、ありがとうございます。あけぽん、おはようございます。週刊ホームプラザが欲しい。欲しいでしょうね、浜ちゃん、これ欲しいでしょう、欲しいよね。あけぽんノアハウス情報と FM 読谷の特集が載ってるんだね、読みたいということでですね、浜ちゃんから来ておりますよ。そうですよ、浜ちゃん載ってますよ。はいね、これFM 読谷にはですね、FM 読谷ファンクラブ関東支部というのがありましてですね、はい、浜ちゃんもね、そのお一人でございます、ね、熱烈な FM 読谷ファンでございますけれども、こういったね、情報ってやっぱりコアな情報なのでね、欲しいと思うんですけど、1枚ね、これ取って送ろうかな。 FM 読谷に行ったらね、もしかしたらもっといっぱいあるかもしれないからね、ぜひぜひ取りに来てください。浜ちゃん、週末取りに来てね。ね、ダメかな、なんかこんな言ったら来そうですよね。はい、そんな感じでね、あと昨日パンコペンコさんからね、ね、ハマスタからのお土産、ね、みゆきさん、りやこさん、シュッシュが入ってたっていうことでね、まあ、あの2人は髪の毛が長いからシュッシュだけど、あけぽん何かな、何だろうと思ってね、今日これからこの番組終わったらね、プレゼント受け取りに行ってまいりますので、パンコペンコさんね、ありがとうございます。はい、はい、そんな感じでね、はい、お届けしてまいりました観光情報番組読谷ラジオ、あっという間でした。はい、今日もですね、また週末、土曜日、あけぽんね、
この次は担当しますけれども、今日ですね、実はあの、夜このハート FM 南城さんの方にですね、アケポンゲストで番組出演するんですけども、このハート FM 南城さんは 77.2MHz、ね、読谷村でも聞こえるのかな、どんなでしょう、ね、なので、私は南城市出身なんですね、実は。なのであちらの自分の、出身地でもあります南城市の方にですね、ラジオ出演、夜のね20時から、はい、8時からの番組、タローズレディオだったかな、その辺、そこにね、あの参加して、この今日の読谷の魅力をまたね、いっぱい語ってこようかなって思っておりますよ。ね、またノアハウスの宣伝もしながらね、この読谷村にね、沖縄県からもたくさんの人に、方々にね、来てほしいですのでね、そんな感じで夜もラジオを楽しんでいきたいと思います。さて、お送りしてまいりました、観光情報番組読谷ラジオ。この番組は読谷村商工観光課、ホテル日光アリビラ、他各社の提供でお送りしました。夏休みがねもう間もなく始まりますのでね、まあ、楽しい情報をねまた明日もお届けすると思います。観光情報番組聞いてくださいね。担当は誰かな、明日も楽しみにしててくださいね。では本日のナビゲーターはあけぽんでした。また聞いてね、バイバイ。